会議を開きます。ご報告することがあります。永年在職議員として表彰された元議員塚本三郎君は昨年5月20日逝去されました。通席の念に耐えません。謹んでご冥福をお祈りいたします。塚本三郎君に対する聴取は議長において今22日贈呈いたしました。これを朗読いたします。元民社党中央執行委員長前衆議院議員小三味君一党塚本三郎君は他年県選のために尽力され、特に意義を持ってその功労を表彰されました。君は終始政党政治の推進に力を致し、議会制民主政治の発展に貢献されました。その功績は誠に偉大であり、衆議院は君の調整を哀悼し、謹んで聴取を捧げます。日程第一、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案を議題といたします。委員長の